日本、イギリス、イタリアの3カ国による新たな戦闘機の開発を目指すプロジェクトグローバルコンバットエアプログラム。グローバルコンバットエアプログラム。グローバルコンバットエアプログラムMEAがいよいよ始動です。日本は、従前のようにアメリカのロッキード・マーティン社との共同開発になるだろうと予測されていましたが、兄計らいや逆転、大きな変化となりました。今回は、日本の IHI 社とイギリスのロールス・ロイス社の協力による戦闘機機関部開発について見ていきましょう。増税メガネの減税政策がいよいよ始まった。どうせならもう少し欲しいよね。2022年12月9日、新しい戦闘機開発の枠組みをグローバルコンバットエアプログラムと命名し、日本とイギリス、イタリアの3カ国で共同開発を行うという正式な発表がありました。日本とイギリスでは、2021年末、次期戦闘機のジェットエンジンの実証実験を行うと決定。2022年初から IHI 社とロールス・ロイス社で実証実験を開始し、2月には、次期戦闘機用のレーダーやセンサー類の実証実験機の共同研究についても決定しました。したがって、グローバルコンバットエアプログラムが始動したことは、各国政府がこれまでの流れを公式に認め、満を持して公表したと言えるのでしょう。このグローバルコンバットエアプログラムで開発される戦闘機は、将来的に空自が運用している F2 戦闘機及びイギリス空軍とイタリア空軍が運用しているユーロファイタータイフーンの後継機となると思われています。この2年ほどで、日本とイギリスの次期戦闘機に関する協力関係は急速に強化されたのですが、これまではアメリカのロッキード・マーティン社が開発技術のサポートとして関わるのが当然という流れを断ち切ったということになります。日本は太平洋戦争での敗北後、軍備につながる産業分野をコントロールされています。具体的には、政策に応じてアメリカ製機体を日本企業が調達するという形を強いられたのです。そのため、航空機の開発技術も大きく後退することになりました。今回の次期戦闘機開発目的は、空自が現在保有している F2 戦闘機の後継機です。F2 戦闘機開発の段階では、国産機を開発する計画だったのですが、当時はエンジン部の製造が技術的に難しかったので、三菱重工を中心としながらも、アメリカとの共同開発にならざるを得ませんでした。この F2 開発当時の政治状況は、日米貿易摩擦が大きな問題となっていました。そのため、アメリカの F-16 戦闘機を土台にすることが要求され、残念ながら国産化は果たせなかったのです。その F-16 戦闘機については、各部において、機体全体の大型化が行われただけでなく、最新電子技術も含めた大掛かりな変更が行われ、対艦攻撃能力も強化されました。ところが、完成した F2 戦闘機の心臓部である制御部分の情報は日本に公開されませんでした。つまり、日本では自由な仕様変更ができないということだったのです。おかしいですよね。こういった F2 戦闘機開発の苦い経験があるので、その後継機開発に関しては、三菱重工を主契約企業として、その下に国内各分野の関連企業を集め、開発の主導権を日本が持つことを前提として事業を進めてきたというわけです。もちろん、ロッキード・マーティン社やボーイング社との技術支援も視野に入っていたものの、システムなどの大事な情報をブラックボックス化される可能性を心配した日本とアメリカの意見が合わなかったと想像できます。そこで、次期戦闘機開発においては、戦後、初めてアメリカ以外の国と協力開発、配備することが決定したのです。そのグローバルコンバットエアプログラムは、今までのアメリカとの関係とは違い、対等な関係での開発になると期待が寄せられているとか。さて、今回のグローバルコンバットエアプログラムにあたっては、日本は三菱重工業社が主契約社となり機体を担当、IHI 社が機関部、三菱電機社が電子機器を担当することが決まっています。イギリスは BAE システムズ社が全体の統括と機体、
ロールス・ロイス社が機関部、レオナルド社がレーザー、センサー部の電子機器等を担当するので、チームテンペスト計画そのままの布陣となります。実は、グローバル・コンバット・エアプログラムが決定する前は、F2 戦闘機の後継機には、IHI 社が製造した国産エンジンを使用するとみられていました。その理由ですが、防衛装備庁と IHI が開発を進めてきた実証実験機用のエンジンとしては、XF-51 エンジンや、XF9 エンジンがありますが、これらはタービン入り口付近の高温に対する耐熱性や発電能力、ステルス性確保に対する推力など、次期戦闘機に十分に対応できる高い品質を持っていることが明白だったのです。XF9 エンジンは地上での動作確認でアフターバーナー使用時に、波最大推力約15トン以上、空気吸入用のタービンの入り口付近の温度でも約1800度 C を叩き出し、世界標準クラスの数値を示しました。この FX9 エンジンは、2010年から開発を開始したもので、基本的なコンセプトは、スリムかつ大出力というハイパワースリムエンジンだったようです。戦闘機による空対空戦闘は、近年では減る傾向ですが、FX9 の大出力は、戦闘機の高機動性を保持するためには不可欠な条件であり、敵ミサイル等を回避するには非常に重要です。国産化に向けて一定の成果を上げている XF9 は次期戦闘機への搭載が期待されています。さらに、イギリスのロールス・ロイス社との関わりの中で、これまで培ってきた技術がどのように活用されるかも注目を集めています。イギリスのロールス・ロイス社といえば、イギリスやイタリアが採用している現行のユーロファイタータイフーン機関部の開発も主導していて、世界的なエンジンサプライヤーと言えましょう。なんといっても、高級車で有名な企業ですから、エンジン技術が高いのは当然ですね。そのロールス・ロイス社も、テンペスト計画の機関部開発には難航していると伝えられているようです。戦闘機の機関部開発の難しさがわかるようですね。確かに、ロールス・ロイス社の技術力はアメリカには劣るでしょうが、日本の XF9 エンジン技術よりははるかに高いのです。これからの戦闘機に求められる発電能力と冷却性能の分野で先行しているこの企業は、グローバル・コンバット・エアプログラムでも開発の主導権を握るのではないでしょうか。そして、IHI 社製の FX9 エンジンですが、小スペースや将来の戦闘機に対応できる発電容量も実現していますが、発電能力と冷却性能の分野ではかなわない部分もあるので、今後はこれまでの開発を生かして実用機での採用に期待したいという声があるとか。ここで改めて IHI 社について紹介しましょう。2007年平成19年7月に社名を変更しましたが、それまでは石川島播磨重工業株式会社という社名でした。江戸末期から160年以上の歴史を持つ日本の三大重工業の一角を支える代表的企業なのです。日本初のターボジェットエンジンを開発していますから、航空機分野においてジェットエンジンの製造では日本国内で6割のシェアを誇っています。現在、空自が運用している F2 戦闘機の F110 エンジンやF-15J イーグル戦闘機の F100 エンジンは、国外企業製品を IHI 社がライセンス生産したものです。また、海自の P1 哨戒機に搭載されている F7 エンジンは、IHI 社が開発したものですが、小燃費、低走音が特徴で実用化、量産化されています。このエンジンは、民生品への応用も模索されています。海自のヘリコプター搭載型護衛艦の出雲型やミサイル護衛艦マヤ型の建造を手掛けたのはジャパンマリンユナイテッド株式会社ですが、ユニバーサル造船と IHI マリンユナイテッドが合併して誕生した企業です。つまり、もともとは IHI 社の造船部門から派生した企業ですから、IHI 社の技術力の高さがよくわかる証拠ですよね。